はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日ですね、回究極テクニカルバトル剛腕の紳士黒の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとして早速ご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラーですね。 HP ドレーン必ず仕留めてくれよ。ソニックブースト完全生物をつけてます。続いて、黒尻ですね。ハイパーヒール使用も超える執念デリム、何が起こったのかわかるはずもないをつけてます。リンクスキルはエンヤババアですね。そしてフレンドは黒キラですね。読んでます。では参ります。ほとんどね、黒字のデリムで終わるようなパターンです。ここはですね、突っ込んでいきましょう。自分の方のね、黒字で突っ込んでいきます。アイテムにね、触れてますけど、アイテムも回収してくれます。しかも相手の方のね、攻撃力も下げてくれるので、かなりね、心強い状態になってます。ナイフを全部回収できるかな。当たりどころによってはね、ジョセフが倒せるかなっていう感じなんですが、アイテムが回収されてないので、ディオがね、防御力、アイテムディフェンスのおかげで1ですね。アイテム回収してくれ。ジョセフは倒せた感じですかね。倒せてますね。さあどうなる。ゲージは没収されました。お、ここでまあ心配なので、このままね、素直に突っ込んでいくと大変な目に遭いそうだったので、ナイフ取りに行くのは諦めました。17,000、あ、いけましたね。17,000だったら怖がらずに行けばよかったですね。そう、狭間だとリパーは倒せそうな気はするのですが、はがまだまだ頑張ってますね。リパーもそろそろ倒したい。誰も倒せない。はがまだ倒せましたね。よかったです。おっと、私の方の黒尻が倒れそうですかね。しかし何が起こったか分かるはずもないで、なんとかかわしております。かわしております。さあここでね、バイザーダスト発動しておきましょう。これでいつ死んでも大丈夫です。さあ今度はハイパーヒーローを仕掛けておきましょう。ダメージを食らっております。ナイフがなぜかいなくなってましたね。さあ今度はですね、ちょっとクロジーで攻撃しておきましょう。そして、ハイパーヒールですね。そして次も
ハイパーヒルでなく、あっとスマッシュカウンターがありましたね。忘れてました。スマッシュカウンターがいるのを忘れておりました。さあ私の方のキラーが倒れる。もう単体で行くしかないですね。反撃反撃しております。一応倒せてないですね。残念です。さあフレンドの黒キラが倒れてくれるようになっているか。そしてゲージ没収ですね。ゲージ没収をしてくれないですね。しないんですね。よかったよかった。さあゲージが溜まってくれました。そしてまたバイツアタスト発動です。これでね結構攻撃力が上がってきてるので対処のね仕様があります。威力が高い。やっぱり攻撃力が高くなってますね。あとはもう何もするようなことはないですね。ただ見守っているだけで勝てそうな感じですね。バイツァーも発動になっているので心強く見ていきますね。さあ続いてもデリムで攻撃アタック上げていきます。いいでしょう。はい倒せました。そして玉身ですね。玉身がやってきます。そして玉身を倒せました。さあ第2ラウンドですね。第2ラウンドはいきなり仕掛けておきましょう。あとはもう回収しながら、ハイパーヒールですね。あー回収できてなかった。残念。まあいいでしょう。さあデリートムーブ、デリートムーブで倒していければという感じですね。はい、ハイパーヒール。さあ続いてもデリートムーブで倒していきましょう。さあハイパーヒールです。今の状態だとバイツアタストは発動は一応しているような感じですね。はい、ではバイツアタスト発動です。何が起こったか分かるはずもないですね。さあハイパーヒーローしながら、デリートムーブ、デリートムーブ。何が起こったか分かるはずもないでしたね。デリートムーブではなかったですね。かなりダメージを与えてますね。心強いです。そしてデリートムーブで倒していきます。デリートムーブで倒していきます。さあいきなり、降ってくることはないですね。続いても倒していきましょう。カメオが倒れてくれました。
いろいろと倒れてくれました。さあバニラアイスの登場です。バニラアイスにはまあ動いてもらいましょう。デリートムーブ、これは倒せそうですね。じゃあ倒しちゃいましょう。さあ第3ラウンドですね。続いて第3ラウンドです。第3ラウンドがちょっと鬼門ですね。さあいきなり、仕掛けておきましょう。さああとは攻撃をしてもらうのみです。アイテムがいっぱいあるのでアイテムを処理されるようにいくだけですね。しかし狙われてるのはなぜかフレンドのクロギラですね。シーザーだけは倒しておきたい。うん、シーザー倒せました。やったー。シーザーだけは倒しておかないと面倒ですからね。さあドノバン振ってきて、ハイバーヒール、ゲージは満タンです。何が起こったか分かるはずもない。さあ続いてもハイパーヒール、そしてデリートムーブですね。ハイパーヒールしながらデリートムーブです。さあラウンドが経ちました。続いてすぐに即、はい、ハイパーヒールではないですね、デリートムーブでもない CS を仕掛けます。だんだんねこれで攻撃力が上がってきております。マニッシュボーイこれで倒れる。おっと巻き込みで倒せてましたね。誰だ倒れたのがよく分かってないです。さあハイパーヒールでゲージを貯めます。ね、攻撃しに行ってもいいんですけどね、下手に死んでしまうよりかはマシだということでね。さああとはどこに逃げる、これはどこに逃げてくれるかと思ったらそこはちょっと苦しいかな。まあなんか結果オーライな感じですね。はい、潮も超える執念で結果オーライな感じになりました。攻撃を食らっております。そして終了ですね。余計なのダメージを食らってた感じです。さあ今度はですね、先にバイツァーダストを発動しておきましょう。そしていきなりジョナさんがですねやってきました。うっしゃーでバイツァー発動。これで、ディオとジョナさん以外は復帰です。ジョナサンスカル、あっと、あ、攻撃与えてくれましたね。よかったです。ジョナサンスカルと大変なことになってた。さあこれで倒れるのはジョナサン以外が倒れる。さあジョナサンは今度こそ間違いなく今度こそジョナサンは間違いなく倒れてくれるでしょう。
ジョナサン以外は倒れてくれるはずです。はい、倒れました、やったぜってですね。さあ今度はゲージが足りないので、10ヒットコンボカウンターとかもねありますが、まあ関係なくデニムだけで倒せていけそうです。以上ね、仕掛けて浮いてもうゆっくりと大事していきましょう。ゆっくりと倒していきます。もう攻撃受けても大丈夫ですからね、そこまで心配ないです。結構痛いですね。さあ続いてもバイザーは仕掛けておきます。これでかなり攻撃力が上がったので、もう倒せましたね。はい、無事クリアすることができました。ちょっと長かったですかね。まあね、でもデリムはやっぱり強いですね。ハイパーヒールデリムは強かったです。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、他の、クリアしない究極ですね、テクニカルバトル、単一のね、単一をクリアしていきたいと思います。ではラーサバ対